皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ドレッドドーン、実況始めます。刑務所防衛に走り回った前回。もうあれ正真正銘の地獄やろ。刑務所正門での結果を制してなんとか防衛に成功。今後が思いやられるのよ。それでは今回も頑張っていきましょい。さて現在拓造は大学に1時間、4日ごとのルーチンを消化中。見ての通り定期行動は規模も拡大。しかもその3割近くが巨大ゾンビという魔法ことなきや微強感。これ前回の刑務所行動よりもきっついで。しかし我が防衛陣地は盤石の佇まい。この量のゾンビを全く寄せつけません。昼下がりのコーヒーブレイクみたいなもんなのよ。今回も危なげなく防衛に成功。もう完全に放置安定やな。これでまた4日間の猶予が得られました。残る残党もタレットにお任せで良いでしょう。せやな。さらに刑務所に戻る前に野暮用を済ませます。今後の弾薬消費量増加に備えてまた農場に作物を植えておきました。ゾンビにキネキの量が最近パネーからもう近接の出番じゃないのよね。しっかり農業して玉代稼いでいかんとな。ちなみに最近農業にアプデが入りまして、収穫用のツールである鎌が実装されました。以前はちまちまとゴルフクラブで1株ずつ収穫でしんどいことこの上なかったのよ。でもこの鎌はすごいですよ。見ての通りザックザクのラックラクで収穫効率もアップアップ。他にも水やりの範囲が拡大して農業は随分と使い勝手が良くなりましたね。では収穫を終えて換金したら刑務所に戻りましょう。刑務所に戻った拓造、メインミッション再開です。現在のミッションは少し休む。結局朝は変わらずの牢屋なんやなって。友人のデブとハゲからの連絡を受け急遽刑務所を飛び出した拓造一行。ハゲってのは前に登場したいキリマンのことな。もっと友達選べ拓造。ハゲデブは物資を探しに東地区の警察署に行ったそうなのですが、そこでゾンビに囲まれ SOS を送ってきました。もうほっといてもいいんじゃないかな。そういうわけにもいかないので拓造動きます。設置された地雷を回避して札に書き込み、中のポリすべてをぶち殺せば良いようです。中におんのはポリじゃなくてゾンビやで。緊迫な資金をバックにクリブッパで相当開始。キャッハー。しかし側面から攻撃。どうも防衛用タレットがこちらも敵と認識しているようですね。ゾンビと拓造の区別もつかねえとかつっかえねえのな。タレットからの攻撃を避けつつ署内奥に侵入。また警報器に引っかかりますがお構いなし。ブッパやブッパ、ブッパが全てを解決するにゃ。なぜか豚箱に閉じ込められたハゲデブを救出。豚は豚箱にってことやな。ガハハ。ハゲが何やら川辺でいいものを見つけたそうです。ハゲは信用できませんがとりあえず行ってみましょうか。君もう少し言葉に手加減したまへよ。ハゲの言ういいものとはクルーザー。これで脱出手段ができたということですかね。つまり脱出エンド、やん。そのためにも脱出してからの生活に必要な物資、そしてクルーザーの鍵を探す必要があります。これが今回のメインミッションにデブハゲを添えてってことなのね。まずは物資の調達です。マーカーに示された住居を回ってなるべく多くの物を集めましょう。さすがにこの辺は刑務所周辺ほどは幹もおらんのな。これならアサルトライフルぶっぱまんな拓造なら楽ちんやで。まずは1軒目のコンビニで物資調達。上々の戦果に小粋な会話も弾む拓造デブハゲ。おら次行くぞ。ここで響き渡る警報器。ああ警報器の音。群がるゾンビの嫌がる爆炎。ああ黒人の音。前回役立たずの汚名返上とばかりに航空支援も発する発する。思いっそ巻き込まれとるだな。その後数箇所回りさらに続く物資調達。
探索先には住人がいましたが快く物資を譲っていただけることに。ありがたいこっちゃでほんま。と思うじゃん。なんですと。住人が突如ゾンビ化して襲ってきました。人間に擬態するニキとかもおんのな。いや元はニキも人間だしこれもうわっかんねえのな。別の住宅では何やらトラブルの真っ最中。ゾンビに噛まれた住人の治療のため薬を取りに向かう拓蔵。助け合い大事よな。無事薬品をゲットしてお届けに戻りました。武器とお金をゲット。やったぜ。しかしここで事態は急変。突如住人が触手マンに変身。アサルトライフルがなければ死んでいた。スカベンジの危険もますます増加の一途です。そして最後の住居でのスカベンジ。ということで次は拓蔵の実家訪問です。ホームシップ拓蔵やな。拓蔵ハウスに到着した一行。突撃隣の拓蔵ハウス。行方も知れぬ父と母に心を痛める拓蔵。そんな彼を慰めるハゲとデブの友情が心に染みます。いい話だな。無情のひとときを切り裂いた女性の悲鳴。どうやら隣の住民みたいですね。助けに行くぞ拓蔵。
火に包まれた隣人宅を消化しながら進む宅蔵。農業用の水一応持ってきといてよかったな宅蔵。無事隣人を救出。隣人をハゲとデブに託して二人と別れた拓蔵。次はハゲの家で再合流すれば良いようですね。そして到着したハゲの家。道中大変だったけど全部カットな。そうでもせんと尺が足ねえことになるんや。すまんな。物資の次はクルーザーの鍵を探すことに。鍵はハゲのいとこが持っているそうで、そのいとこはレッドウッドビルにいるようです。そしてビルに向かった拓蔵デブハゲでしたが、ビル周辺はゾンビに溢れとても近づくことはできず、三方に分かれてそれぞれ地下からの潜入を図ります。ということで久々の下水道です。サムのサムシング探した時以来やな。下水道は意外に物資が豊富なので、これはこれで良い機会ですね。今後のためにもしっかりスカベンジしていくのよ。しかし今回の下水道は一味違います。おいおい、なんなのこれ。炎が荒れ狂って嫌がるのよ。吹き出る炎の合間を縫って進む必要がありますね。ただでさえ操作性悪しなのにこういうの勘弁なのよ。泣き言言っても仕方ないので拓蔵走ります。ゴー拓蔵を。意外にあっさりと突破。やったぜ。残ったメンバーをテレポートで呼んで先に進みましょう。こういう時テレポート便利なのよね。今回の下水道はとにかく複雑。マーカーの示す先にすらなかなか進めない拓蔵一行。そんな彼らの前に現れた高等遊民別名ホームレス氏が拓蔵に道を示します。おっちゃん久しぶりやな。ホームレス氏の指示に従いコントロールルームの鍵をゲット。ホームレス氏の元に急ぎますが、そこにゾンビのアンブッシュ発見。しかも全員自爆特攻デブゾンビとか鬼かよ。まあ一体倒せば全部誘爆するんですけどね。バカなのかな。ホームレス市から地上に出る場所を教えてもらいましたが、階段前はご覧の通り。なんで下水道の人口密度がこんなに高いのさ。まあこの程度なら物の数ではありませんね。やっはー。階段を登った先はどこかのビルの地下フロア。
しかも運の良いことに目的地であるレッドウッドビルなのでした。すごい偶然だな。しかしビルの駐車場に出たものの、周囲が高圧電流に囲まれ外に出ることができません。おいおい、またこれかよ。例によってバッテリーは高圧電流の先、フェンスで囲まれているので銃を使っても破壊はできませんね。ってことはメイピッチ拓造の出番再びやな。おめえの針の穴通すようなコントロール見せてくれや。ナイスピッチ。これで駐車場から出ることができますね。この手のギミックって大概パズル的なサムシングを解いたりするもんなんだけど、なんというかこのゲームでは力技で解決ってのがほとんどなのよね。多分パズル的サムシングを作る心と頭の余裕がなかった雰囲気。おいバカやめろ。ビル高層階を目指す拓造一行、エレベーターが停止しているのでもちろん徒歩。頑張れ。ハゲのいとこはこのフロアのどこかにいるようです。散々苦労させやがって、とっ捕まえて痛い目見せてやんのよ。いや、目的はクルーザーの鍵なんですけどね。なぜか次々に現れるゾンビを処しつつハゲいとこを探す拓造。なんでダクトにこんなにゾンビが隠れてんのさ。細けいことは気にすんな。そしてついにハゲいとこを発見。逃げた。いや、なんかあのハゲいとこ見覚えがあんのよ。怪人。緑男。頭が。とにかく追いましょう。ハゲいとこを追う拓造。しかし。やはりハゲいとこ、以前大学の教室等で見かけた感染者と同一人物のようです。これはびっくり。今後についてハゲと相談するためにもビルを出ましょう。しかしそう簡単に脱出させてくれるはずもなく。なんで帰りの時限定で出てくるんやハゲ。しかも全員軽やかデカゾンビとか鬼かよ。アサルトライフルがなかったら死んでいた。これほんと事前にチャカと弾をたっぷり準備してなかったら積んでたと思うのよ。備えあれば憂いなしでしたね。その後も次々に襲い来るデカゾンビを振りぶっ飛ばしリゾテックス出口を目指し、ハゲハウスに到着。
どうやらハゲイトコは近くの学校に潜伏しているそうです。人目につくと隠れてしまうので、学校の生徒を避難させた後にハゲイトコを追い詰めるのが次のミッション。仮の時間だ。まあ今回はこんなところですね。随分と長い距離走らされたのよ。あまりに長丁場だったので今回思いっきりダイジェスト編集でした。すまんな。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。